いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？すでにいい感じだけれど、まだ正式にお付き合いをしていない男性が誕生日を迎えるとき、どんなプレゼントを渡すのが無難なのでしょうか。そこで、今回は10代から20代の独身女性205名に聞いたアンケートを参考に、友達以上、恋人未満の男性に喜ばれる重すぎない誕生日プレゼントをご紹介します。 1. ちょっと高級なチョコなどのスイーツ。甘いもの好きなら絶対受けるし、お財布にも優しい20代女性というように、少し高価なお菓子やスイーツを贈れば甘党の男性は喜んでくれるでしょう。限定品や並ばないと買えないようなものだと、さりげなく特別扱いをアピールできそうです。 2. カフェや居酒屋での食事のおごり。その場を楽しむもの、形として残らないものがいい20代女性というように、誕生日の食事をお祝いとしてプレゼントする人もいます。いいレストランを予約するよりも、どこかに行ったついでに夕飯をご馳走するくらいの方が、恋人未満の男性は気が楽かもしれません。 3000円くらいの予算でリクエストされた品物。自分では買わない、ちょっといいものが理想、20代女性というように、高額ではない予算で少し高級なものをチョイスするのも良さそうです。人気デザイナーのハンカチや保温マグなど、3000円程度でプチ贅沢を味わえるアイテムを探してみてはいかがでしょうか。 4. 好きな音楽やスポーツのチケット。楽しんで消化できるものがいいんじゃないでしょうか。20代女性というように、ライブやスポーツ観戦のチケットをプレゼントした人もいます。現地で一緒に盛り上がることができるよう、自分も楽しめるイベントを吟味するといいかもしれません。